結婚式をなんかそのまあさっきの写真誰なん？さっきの写真ですか？教会じゃなくて寺院でしたいんだ。式はもうやりたいって言うんで。ここですか？いや、もしかして私の場でって言ってる。なんでやねん、夫婦じゃねえ。いやレッドカーペットとか行く感じ？何それ？まあ、今日はちょっとね、あの僕の用事っていうことで、何なの、一気にちょっと行ったんですけど、まあちょっと全部は行ってなくて、ちょっと僕、なんていうんですかね、まああの、去年にちょっと彼女と別れて、その後すぐにあの別の人と付き合って、ほんと電撃なんですよ。何？なんかその、なんていうんですかね、一応なんかあの、席入れて、なんかあの、席入れて学生なんですけど、席入れて、ちょっとなんかあの、結婚式を、なんかその、まあその、卒業と同時にしてたと思ってて、ほんでなんかあの、なんていうんですかね、どういう意味？結婚したん？そうです。そうだ、いつ？嘘だよ、おめでとう。いや、何それ、まあ、それでなんかちょっとなんかね、2月2日。2日、いい？夫婦がいい。なるほどね。あの、おとといね。そうですよ。そうなの？一緒に100万で一応なんかそのもう先取りしとるらしくて。すごい。嘘でしょ？本当ですか？本当じゃないですか？とりあえず。まだ現像中で。現像中でなんか。これはちょっとあの。それ出してもらえ。まあまあ、モザイクかけてるんで。今日はその向こうの人がちょっとなんか教会じゃなくて寺院でしたいみたいな。なんでその前撮りはスーツだけど、その式はもうお寺で行きたいっていうので、お寺にしててね。ここですら。いや、候補が小島の人なんですよ。候補が。なんかちょっといろんな意味でなんか特別な神社みたい。あ、お宮さんみたいな。そうなの？やっぱその、この階段を登ってこそ、やっぱ悲しみにもなんかそういうのも耐えれるみたいな。え？わかる？この階段しんどいやん。でもこれを登り切ったらやっぱ夫婦やなと、いうような。はい、ちょっと今日はちょっとね、下に行けたってかなそれもしかして私登れって言っとる。なんでやねん、夫婦じゃねえっすよ。いや、違う、まあその、まあその YouTube 行くんだったらもう全員上がったら。そうまあ でも全然意外と、でもそこから上やったら行けるな。これがあと4つぐらいあったらもう無理だわ。山の私も職場がさ、はいはい、階段でさ、はいはい、ビルの4階にあるんよ。はいはいはい。まあ、だから、まあ、それぐらいは、それぐらいはね、しんどくね。これさ、普通にさ、何その結婚式の服着たもんの。そうですね。ちょっと悩んだけど、私。頑張ってもらうんですよ。ありますね。もう疲れた。結構これも広いです。私はいいね、絵にも見えるけど。結婚しました、ありがとうって言って、あのなんか英国のなんか結婚式みたいなの。絶対おかしいですよ。おかしいだろこれ。レッドカーペットとか行く感じ？うん。おい、バラとか？バラが着いた。着ましたね。わあ、すげえ。そうですね。ねえわ。ねえ。そうなん。いや、もう結構安いし、やっぱそのなんかお寺なんか
それだけ費用がそう抑えれる。あとなんか本当は服代とかだけで。もうなんか普通にこれ階段降りるだけでもまあまあ怖いんだけど。え、何これ。え？何をやる？何をやる？ここで結婚式。お祝いするらしい、ここで。ここです、結婚式。そうじゃろ？もしもし。え、何これ？お祈りするところ？お祈りするところ。何かわからないんだけど、なんかすごい卑猥なものに見える。え、なんかそんな形してない。やばくない、これに祈るって。これ下これ祈って登場する。これ下もそうだしさ、これ形ちゃうじゃろ。え、ほんとに。そう、足よ。やばいじゃん、これ。特にこことか。これはね、あのね、いや、神社とか全然行かんから分からんくてさ、え、そういうものなの？へえ。あ、そうなの？写真撮ったか。広角レンズ、広角レンズすごい見て、iPhone の広角レンズ。すっごい撮ってる。すごいんだけど。いいですね。いいですか。いいと思います。慣れとるね。はい。じゃあもうこの辺でやろう。はい。まとめよう。まとめよう。はい、どうでした今日。あ、良かったと思います。良かった。良かったと思いますよ。うん。まあこういうのもあっていいかなと。あ、じゃあ今度挙式をここで全然。誰の？誰を？誰を置くの？あ、これはこれだけ。あ、これはこれ。なしかな。どうすん。やめようかな。やめようかな。どうすん、ね、彼女。彼女ねえな。いや、まあね、あの今日、まあ、そのまあ付き合ってもらっていいのもなんですね。実はドッキリでした。いや、これは視聴者さんが、かなちゃんがここに来たらどういう反応するのかと。いや、ほんまに言っとで、最初僕行ったら行ったけどないってなって、やべやべってなってトイレ行って、ぐるぐるしてあ、こんな目立たんとこにあったんやということでございます。え、もう完全に騙されたってこと。そうです、結婚も違うです。さっきの写真誰なん。さっきの写真ですか。かなちゃんがなんていう、ちょっと遅れるわって間に作った合成写真。あの時間に全部。でも本当、ま、本当なんかこれでもあれなんですよ、あの素材フリーで。いや、もう最悪なんだけど。この私なんか触ったじゃん、なんかさ。触ったし。いや、小宝に恵まれ。もうなんかレオくんのこと思って触ってあげたのに。何この、わかんないですよね。首をすり替えてみたいな。そっくりだと思います、なんか。ちょっとサイズ感おかしいなと思ったんだけどさ、ちょっと。なんか異常にでかくないって思ってた。でかいっすよ。今日、目向いてる下。最悪。おかしいから、絶対。バレるかなと思ったけど、やっぱマジで。いや、ほんまに。もうマジで騙されたわ。もう、うち本気だったもん。なぁ。登らんかったらよかった。大成功。はい、帰り車ここまで持ってきてよ。もう やったりましたよ。本当マジで信じとったらしくて、本当になんかもうなんか
どこで知り合ったんだ、レオ今学生よなみたいな感じでめっちゃ聞いてきて、なんかどこで出会ったの、友達のとかで、どこでみたいな、まあ学専門学生でみたいなので、なんか大丈夫な、向こうも学生みたいなんで、今年から就職するんですよみたいな感じで、もうめちゃめちゃ信じとって、もうなんとかなんとかね成功しました、ね、ちょっと思ってましたね、流れてましたもん、ほんま裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。